こんにちは、沼の住人、トンちゃんです。ヨドバシカメラが、2021年6月上期売れ行きランキング、トップ10を発表しました。対象期間は6月1日から、15日までです。それでは早速、10位から見ていきましょう。キャノン、EOS、R6、レンズキット、37万9500円、発売開始日は2020年8月27日。ソニー、シネマライン、FX3、ボディ、50万4900円、発売開始日は2021年3月12日。ソニー、α7-3、レンズキット、27万4780円、発売開始日は2018年3月23日。ソニー、α7-3、ボディ、24万2610円、発売開始日は2018年3月23日。ソニー、α7-C、ボディ、21万4070円、発売開始日は2020年10月23日。キャノン、EOS、R6、ボディ、33万5500円、発売開始日は2020年8月27日。ソニー、α7S3、ボディ、44万5340円、発売開始日は2020年10月9日。ソニー、α6400、ダブルズームレンズキット、149,090円、発売開始日は2019年2月22日。キャノン、EOS、R5、ボディ、50万6000円、発売開始日は2020年7月30日。ソニー、α7C、ズームレンズキット、26万2900円、発売開始日は2020年10月23日。いかがだったでしょうか。ここからは、トンちゃんの一言物申す、です。ソニー強いですね。キャノンも2021年度自由に、いくつか、新作を発売する噂もあったり、他のメーカーも、新商品発売やキャンペーンを行うなど、しのぎを削っており、下半期のランキングがどうなるか、気になります。しかし、やはりカメラは、高額商品というイメージであり、スマホカメラへのニーズが流れていく中で、各社メーカーは、どのように市場規模を獲得していくのか、今後も注目が集まると思います。車業界もそうですが、技術やサービスは、より細分化され、好きな人、必要とする人だけが探求していく世界というのは、一定のファンはいるものの、ピークを過ぎると、そこからは増加しない傾向にあります。カメラ業界の歴史を振り返ってみても、1960から70年代にかけて、参入したたくさんのカメラメーカーも、ピークを過ぎて、統廃合や撤退したところがたくさんあります。いかに時代の流れを生み出したり掴んだりできるのか、また、変わっていくニーズをどう読んでいくのか、そして、それらを踏まえて、臨機応変に対応できるところが、残っているように思えます。思い返せば、当時、誰もが手にしたことのあるカメラは、映るんです、ではないかなと、そんな商品が出てくれることを期待しながら、今日の動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画は、トンちゃん、カメラを買う、お送りします。